はい、動画をご覧いただきありがとうございます。みんなのしげもんです。こんにちは。今日開けていくのはこちらですね。はい、こちら加藤の古希5500ですね、コンテナ積載の貨物の貨車ですね。これを開けていきたいと思います。で、なぜいきなりこれなのかというと、ここに並んでるんですけど、前の動画でコンテナ暖房ガチャコレクションというのを開封してみました。それはトミックスと四つ葉との暖房のコラボということだったんですけど、この暖房のコンテナがこれ加藤の古希に乗るのかなと思ったので試してみようかなと思っております。それでは開けていきたいと思います。はい、それではこちら開けていきたいと思います。で、今加藤のホームページを調べてたんですが、実は新製品がですね発売されてましたね。これが古希5500なんですが、これ古希5万でいいんですかね、500000かっこグレー台車コンテナ無積載というものが11月22日に発売になってます。ちょっとこれ系の貨車はねあんまり詳しくないんで、下に加藤のホームページを貼っておきます。はい、そしてちなみにこちら、これ暖房の動画で使ったんですけど、国鉄貨車古希5500、これトミックスのものですね。だから形式としては一緒なんですかね、まあ、ちょっとそこも見比べてみようかなと思ってます。ただどちらも新製品ではないので、あくまで動画のネタということですね。はい、じゃ早速開けていきましょうよ。オープン。で、でれー、はい、入ってますね。あ、綺麗やね、やっぱ新品はね。はい、こんな感じ。いいね。はい、こんな感じですね。あー、かっこいい、かっこいいね。反対側がこうですね、裏側で。この貨車関係はね、集めるとなると1両2両じゃ済まないですからね。実物はもう何十両と引っ張られてますから。ちょっと照明を消してみよう。あ、この方がいいかな。やっぱ自然光っていいですね。かっこよく見えますね。もう1両入ってますよ。どこが違うんやろ。多分このコンテナの番号が違うんですかね。で、あと貨車の車番も違うのか。はい、こうですね。で、僕の動画見てくださってる方は分かると思うんですけど、基本的に SL とか機関車系が主に好きなんですよ、僕は。動力集中方式っていうやつですね。で、これはあれなんかな、デゴイチでも大丈夫なのかな、古希。はい、ちょっとコンテナ知識がなくて今調べたんですけど、この古希5500っていうのは、1962年から1970年にかけて製造されたコンテナ貨車ということで、だからデゴイチとは全然時代が違いますね。引っ張らせるとするなら電気機関車になるわけですね。なるほど、勉強になった、ね、多分動画見てくださってる方々の方が詳しいと思うんですけどね。じゃあ気になるコンテナはどうなってるのか。これ外れるんやんね。あ、外れる。あ、外れます。はい、おお、多分旧製品ってあれですよね、この1個1個取れるんじゃなくて、もう5個1塊の成形になってましたよね。で、ここの隙間とかも埋まってたような気がする。パコパコ、おお、取れた。はい、こんな感じ。ちゃんとモールドがねすごく入ってる。なので編成によっては積んでるもの積んでないものがこれで再現できるっていうことですね。はい、コンテナはこうですね。こんな感じ、こんな感じ。パコ。はい、この塗装がいいですね。こう艶消しっていう感じの塗装、うん、半光沢ぐらいですかね。で、コンテナ好きな人って結構いますよね。貨物列車好きっていう人、これはね、確かに集めたくなるなって思いますね。はい、それではこの加藤の貨車に暖房が乗るのかやってみましょう。なんかすごい光景ですね。はい、行きましょう。でもこれね、見た感じね、もうコンテナの大きさが違うというか、多分このコンテナの規格が違いますよね。加藤についてるものは形式6000なんで、もうこのコンテナの規格がそもそも違いますよね。だけどもちょっとダメ元でやってみよう。はい、じゃあ乗せます。いきます。よ、あ、無理ですね。乗りますけど、この後ろの爪が引っかからないですね。こんな感じだからひっくり返すとこうポロリしちゃう。はい、ちなみにこれがトミックスの古希5500ですね。で、これはね、ここの爪がちゃんと暖房の裏側に引っかかるんですよね。パチッパチッてはまるんで、こうひっくり返しても落ちない。はい、並べてみるとこうですね。で、画面で見ると手前が加藤、奥がトミックスで、形式はどっちも古希5500なんですけど、これはあれですか、貨車がそもそも違うんですか、同じ形式じゃないのかな。てっきり僕は同じ貨車なのかと思ってたら、実は同じ貨車じゃないの。コンテナって結構いっぱい規格があるんで、
貨車もその規格に合わせていろんな種類の貨車があるんですよね多分ね、はい、ちなみにこのタンクコンテナとこの6000型のコンテナはね幅が一緒なんですよね、同じような幅なので、このタンクコンテナはこの加藤の古希5000にこう5個並べて乗せることはできそう、できそうやね、はい、無理から積むとこんな感じになります、まあ、こういう積み方は多分しないと思うんですけどね、まあ、結論から言うと、まあ、もう分かってたと思うんですけど、このガチャガチャのコンテナ暖房は加藤の古希には乗せれないということですね、あのトミックスのこの古希5500専用というか、まあ、トミックスの製品ですからね、まあ、それが正しいということですね、はい、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もう皆さん分かってたと思うんですけど、あの僕がちょっと無知だっただけなんですけど、この加藤の古希5500に、ガチャ暖房、コンテナ暖房はまあ乗らないということです。まあ当たり前ですよね、はい、このコンテナのガチャ暖房を作ってんのがトミックスですし、このコンテナ暖房のこの紙の裏にもトミックスの貨車と遊べると書いてますから、単純にメーカーが違うから乗らないということですよ。あとはですね、もうこのコンテナとか貨車にはいろんな種類があるんだなということですね、あの奥が深いなと思いました。はい、というわけで今回はこの加藤の古希5500を開けてみたよというお話でした。また動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と他の動画を見ることができますので、ぜひよろしくお願いします。